コーヒー。カズサ、今手が離せないって。たこ焼き、くございます。はい、今回は少なめでちゅから今日一日で終わりそうでちゅね。借り出しても所長は2、3個運んで親父さんと話してばっかじゃないでちゅか。まあいいでちゅ、所長には所長の仕事があるでちゅ。おはようございます。
階段のお掃除です。はい、頑張ります。わかります。すみません。すみません、みっともないところをお見せしてしまって。この程度で私ってそんなにみっともないことしましたっけ。ああ、言わなくていいです。以後気をつけます。はい、すみませんでした。すぐに仕事に行きます。失礼しました。おう、高博、なんか言おうか。今日は荷物が少なかっただろう。あいつら物足りねえみてえだ。力が有り余ってるもんだからよ。目を離すと喧嘩でも起きそうでよ。マラソンか。いいかもしれねえな。おめえら、体腐らせてんなら中庭行って走ってこい。若え力を無駄にすんな。まあな。高博、茶でも飲むか。
そうか。いつでも来いよ。お茶が余ってるんでな。リニア嬢ちゃんのに比べたら月とすっぽんだけどな。かけるたびに頑張ってくれるからつい。ね、リニアちゃん。じゃあそろそろ止めましょうか。お疲れ様でーす。しっかり汗を拭いて風邪をひいたりしないでくださいね。はい、蜂蜜漬けのレモンだよ。疲れが取れるよ。でしょう。整備員たちの匂いでちゅか。ずっと部屋にいたから分からなかったでちゅ。でも
ここまで濃い匂いは苦手でちゅ。わからなくていいでちゅ。それは後で。部屋に戻りまちゅ。なんで来たっけ。あ、2階のおトイレの電球が切れたので、補充要請書に追加しておいてくだちゃい。これが言いたかったんでちゅ。急に切れたものでちゅから、びっくりして。笑わないでくだちゃい。本当にびっくりしたんでちから。ただでさえおトイレの窓は小さくて暗いのに。よろしくお願いしまちゅ。霧島でちゅ。失礼しまち。ああ、シャワーで来たか。起きているならいいでちゅ。シャワーが終わったら、早めにヘリポートへ来てくだちゃい。ちょっと問題が。お願いしまちゅ。でちゅね。